はい、で、今日は普通に家にいるんですけど、で、今日やりたいことは、ラーメン、他のシリーズじゃなくて、韓国ラーメンの大食いをしていきたいと思うんですけど、で、今日大食いするものは、何かっていうと、これなんですけど、これなんか、珍しくないですか？見た目的に多分見たことない人多いと思うんですけど、なんかね、YouTube みたいになってるの、これ。動画サイトみたいな。いかにも宣伝してくださいって、ここの再生ボタンもちゃんとあって、なんか、冷ラーメンって書いてあった。冷たいラーメンらしいんですけど、冷ラーメンってことは、霊ってお化けとかじゃなくて冷たい方の霊なんですけど、多分ね、ちょっと待って、うん、霊ラーメンだった、なんか霊ラーメンじゃなくて念ラーメンって書いてあった、念ラーメンって書いてあったんですけど、念念みたいな感じで今日は念念していきたいと思います。はい、これ冷たい麺なんで、今日ちゃんと氷も作って、で、あとなんか他にもいろいろ用意したので、今日はそれを全部食べていきたいと思います。ということで、とりあえずいつも通り、はい、キッチン行ってきます。ということで、はい、今キッチンへようこそっていうことで、はい、今キッチンにやっと着いたんですけど、で、今日用意したものは、さっき言った冷ラーメンか冷ラーメンかわかんないんですけど、冷ラーメンってやつと、で、次はいつも通り鶏肉で、あとコーラですね。で、最後になんかこのなんかスープなんですけど、なんか冷たい麺には冷たい麺をっていう感じで、なくなっていうの、このクリーミーなじゃがいもスープ冷たいみたいな、そんな感じの麺なんですけど、そんな感じ、メニューは麺よ、歯には歯をみたいな感じで、なんていうの、この冷たい麺には冷たいスープをみたいな感じで、ちょっと冷たいもん用意してみましたねっていうことで、とりあえず今日はこれを全部作って、はい、行きたいと思います。準備いいので、今日準備いいので、お湯も沸かしてあるんですけど、今日はちゃんとお湯を沸かしてきましたねっていうことで、とりあえず今から作っていきたいと思います。ということで、ということで、まずもう鶏肉を切ったので、ちょっと入れていきたいと思うんですけども、こんな感じ。これ気になっちゃうのでね、僕珍しいと思うんですけど、こうやってコクがさらにアップしたみたいなので、ちょっと飲んでみたいと思います。これを先取りみたいな。で、なんかこの麺なんですけど、これ中開けるんですけど、多分僕も、皆さんも気になってると思うんですけど、僕もすごい気になってるので、なんか中身どうなってんのかなみたいな、開けてみるんですけど、すごいなんか、なんていうの、いい感じにグラマーな感じですね。形がなんか太いんですけど、結構肉が乗ってて、すごいいい感じのお体してますねっていうことで、あ、丸だ、丸。っていうか、待って、めちゃめちゃ丸なんですけど、今日めちゃめちゃ丸なんですけど、めちゃめちゃなんかボロボロになってるね。いただきます。あら、おかしいみたい。こっちがスープですね、スープで。200ml の水に、なんかこれ混ぜなさいみたいな。多分、火薬ですね。こんな感じです。動画の形になってる。かわいい、これだけ、袋だけ欲しいっていうことで、とりあえず送ってくれるといいですね、僕に。うん。芋みたいな味がする、なんか、冷ラーメンだけに。で、これ、とりあえずこれ入れていきたいと思います。ふりかけ？ふりかけ？これ。ふりかけ？ねえねえ、ふりかけ？これ。違った。で、次に麺ですね。で、これ取れてる？これ。ねえ。取れてる。見てね、こんな感じ、すごいなんか涼しげ、すごい全部お湯に浸ってないので、すごい涼しげですね、冷ラーメンだけに。匂いがそれ、なんていうのかな、なんか他の麺とすごい違う気がする。じゃがいもの麺みたいな匂いがする。え、早く食べたいな、これ。めっちゃ美味しそうだな。なんかこれどっちかというと平たいおっぱい。まだこれで終わりじゃないので、とりあえずこれ3分ぐらい待ちたいと思います。茹で上がったんですけど、なんか心なしか、なんか心はあるんですけど、心なしか、なんていうのかな、コーンポタージュみたいな匂いがするっていうことで、ちょっと水切っていきたいと思います。よしよし、痛い。僕の体験談、これなんていうの、この網、この水、これ入れていくんですけど、これちょっと舐めてみる。これ、え、美味しい、辛そう、ちょっと、え、待って、美味しいな。冷麺みたいなのするんだけど、これなんか全部開け YouTuber っていう感じなので、ちょっとやってみたいと思います。全部無理、ちょっとこんな感じで混ぜていきたいと思うんですけど、めっちゃ美味しそう。なんかで、これにちょっと麺入れていきたいと思います。あら、あら、汚い。めっちゃ美味しそうじゃね、めっちゃ美味しそう。なんかチキンラーメンみたい。味見おいしい。っていうことで、はい、この麺出来上がったので、ちょっと最後に氷入れて向こう行って食べていきたいと思います。ということで、とりあえず次行ってきます。ということで、はい、作ってきちゃったんで、こうやってめちゃめちゃ美味しそうじゃない、やばくね、いい感じに冷たいっていうことで、まあ、冷麺っぽいんですけど、よくわかんないですね。ということで、とりあえずちょっとスープまずいただきたいと思います。すんでね、酸っぱっていうことで、ちょっと麺いただきたいと思います。めっちゃ美味しそう。基本的にめちゃめちゃ合いますね、多分。すんでね、うん、個人的に美味しい。え、待って、これ普通に自分好きっすな。酸味がすごい強い。ちょっと待って、もう一回、うん、え、なんていうのかな、なんか酸味が強い油揚げみたいな、なんていうの、違う、間違えた、なんもない。
これどんな味かっていうと、めっちゃ酸っぱくて、ほんのちょい辛くて、ちょい辛くて、甘くて、冷たくて、美味しくて、熱っ。うん。で、なんか、この麺の絞りかすみたいな、はい。じゃがいものポタージュなんですけど、これ。あら、美味しい。これめっちゃ鼻にくる。涙目になりそう。これめっちゃ鼻にくる。本当に涙目になりそう。やばい。コーラ。いつもみたいなくどさが一切ないですね、やっぱり。すごいさっぱりしてる。すごい。うん。鶏肉と美味しい。鶏肉と美味しい。あ、わわ。あ、え、なんだろうこれ。なんかピエロみたいな？ピエロみたいな渦巻きナルトが入ってる、これ。ね、口止めがあるピエロみたいな渦巻きナルトがある。美味しい。待って、いいこと考えちゃった。つけ麺、コーンポタージュ？じゃない、じゃがいものポタージュみたいな。こんな感じで。混ぜるな危険ってやつですね、これ。めっちゃまずい。うん、冷たい麺だからなのか、なんか、じゃがいもからできた麺だからなのかわからないですけど、なんかすごい麺がね、硬い、いい感じに硬い。こんな硬いの初めてみたいな感じで、ちょっと、ちょっとなんかそっち系っぽく聞こえるんですけど、なんていうの？いい感じに硬い。いい感じの太さだし、これ。うん。なんかビールみたいな味するんだけど、ちょっとわかんない。うん。な個人的にめちゃめちゃ好きっすね。多分、嫌いっていう人も多分結構いると思うんですけど、これ。なんかね、すごいね、いい感じのお味。麺こんな感じ。冷麺より確実に酸味が強い。うん。美味しい。な、すごい酸っぱくて、どんだけ酸っぱいか、どんな感じに酸っぱいかっていうと、なんか酸っぽい、酸っぽくなくて、トマトみたい。トマトみたいな酸っぱさ。うん。え、本当になんかビール入ってんのか。ビール入っ、ちょっとぐらいビール入ってるような味がする。うん。なんかこうやって口の中を通るときにビールの風味がすごいする。うん。絞りかす？絞りかすの味。パンと食べたいですね、パンと。あー、お腹いっぱいになってきた。ちょっと待って、結構あるぞ、これ。うん。なんかでも、どんな、すごいなんか濃い、なんかなんていうの？単調で濃い味じゃないので、なんか飽きは来ないですね、そんなに。どんだけ飽きないかっていうと、なんか、うん、うん。なんかすごい、朝に食べるといい気がする。なんか、すっきりできる気がする。どんな朝にいいかっていうと、なんか、あー、きつい。めっちゃ多い。なんかじゃがいもの麺ってやっぱりなんかお腹に溜まんのかな。もうお腹いっぱいだもん今。やばい。ちょっとスープ。あ、酸っぱ。なんか果物、なんていうの？なんか植物か果物の酸っぱさみたいな感じがする。すごい。うん。なんかすげえ飽きてきた。すごい飽きてきた、すごい。鼻に来る、すごい。なんかここで吸うと、すごい一気にね、こうやって来るので、ね、やばい。なんか、涙目になってくる。ちょっと待って、多い量が。食べれん。とか言いながらまだ食べるんですけど、鶏肉食べる。うん。なんかビール、マジ、え、本当にビール入ってるのかなっていうレベルでビールの味がするんだけど、これは。めっちゃ好きなって言ったんですけど、最初。ちょっと嫌になってきた。あー、うふ。あー、きつい。めっちゃきつい。ね、キムチ入ってるのかなこれ、キムチ。待って、めっちゃ腹いっぱい。やばい。もう無理かもしんない。鶏肉ない、もう。なんだろう、この感じ。なんか、最初めっちゃ好きだったのに、後からもうすごいなんか嫌になってくるみたいな。最初すごい美味しかったのに、後からすごい嫌になってくるっていう感じで、ジェットコースター乗ってる気分にさせてくれるような麺なんですけど、これ。こんだけ。もう無理。もう一回な。嫌っていう。お腹いっぱい。もうお腹いっぱいすぎる。でもちょっと残ってるよ。こんな感じで。ほとんど食べた気がするんですけど、結構残ってるのかな、わかんない。あ、全然残ってないでも。本当にもう無理ですね。お腹いっぱいっていうことで、とりあえず。はい、キッチン行ってきまーす。間違えた。またコーラ飲んでなかった。って
ていうことで、さっきの冷ラーメン食べあったんですけど、個人的にはすごい好きでしたね。なんかいい感じの酸っぱさがあるというか、辛くなくて全然美味しかったので、ちょっと食べてみてください。酸っぱいの好きな人にはおすすめですね。多分自分的には4袋目ぐらいだったと思うんですけど、あの酸っぱさが嫌な感じがしてきたので、1袋がすごいちょうどいいですね。結構レアなやつかもしれないので、ちょっと買ってみてください。美味しいので、よかったらインスタグラムとツイッターフォローしてくれてすごい嬉しいです。ということで、もう何もないので終わりたいと思います。